明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。新年一発目はぼっちザロック。主役のぼっちちゃんがバンドを通して成長していく姿に涙したよ。そんなぼっちちゃんになってみますか。中学1年生バンド組んだら私みたいな人間でももしかしたら輝ける。前回ぼっちザロックのぼっちちゃんを再現したから、今回はねじかちゃん、元気な感じをうまく再現できるかな。やってみますか。再現したから今回はレオさん、クール系女子は私の大好物だし、うまく再現したいな。そんじゃ行ってみますか。バラな個性が集まって一つの音楽になって、それが結束バンドの色になるんだから。ぼっちザロックの3人再現したから、最後は北ちゃん、キラキラ系女子難しいけどやってみるわ。さあ